ライトは全員で大事だと思います。皆さん沖縄は日本決戦の合格を守りは公園を守れ。3-3-5と帰るわけですよ。これスケジュール的でしょ、はいはい、葬式でもあるまいし、なんか終わったら帰ろうかっていうよりはね、どうも面白くない。おおるな、ずっと立派しだよ。アメナルといつも思い出すのはさ、やっぱり復帰だよ。1970年5月11日、おめでとう。僕は大和におったもんだから復帰の雰囲気はほとんど知らないんだ。撤収された県民の皆さんので僕らもうほとんど泣いてさ、 雨がもうどんどん降って、土砂降りの中でも濡れて、雨なのか涙なのか分からんぐらいの状態でさ、ダーッとデモしていったの。それなんで泣いたの？歴史もないということのを求めていったけど、結果的には基地があるというのが分かって、でみんなそれからいわゆる日の丸復帰闘争から、反戦復帰になるわけ。でその時に日の丸も降らなくなるわけ。老骨に鞭を打って、これからでもあと20年は生きてる。それに沖縄人民の支援、もう屈辱の、琉球処分だというふうに僕は思ったわけ。第1の琉球処分は1879年でしょ。第2がサンフランシスコ条約で沖縄がキリスト、アメリカに、ね、やられるわけ、捨てられるわけでしょ。 4.28 ね。そして1970年が第3の琉球処分であるというふうに僕ら認識して、もう泣きながら出ました。で今僕らは近所の皆さんを含めて何名かは今第4の琉球処分だというふうに僕らは思っている。その1週間後、鳩山前総理が普天間基地の移設について答えを持ってきました。この辺野古の付近にお願いをせざるを得ないと。沖縄県民がまた裏切られた瞬間でした。金城さんも沖縄県庁の前の熱に包まれていました。気持ちを聞きたくてアトリエを訪れました。すでに青森が入った金城さんが語り始めたのは、総理への失望ではなく、鉄平さんへの思いでした。普天間に目を奪われてるのに、人権問題の地位協定がね、どうして話題になるのかというのがね、俺の苛立ちと俺の不満だった。沖縄闘争をね、ここから出発すべきだと。何とも言いようがないね。沖縄問題はここにあるわけだ。普天間問題に騒がれてるけどね、鉄平のね、こいつが浮かばれる日はまだない。突然持ち出した鉄平さんの写真を抱いて、複雑な胸の内を明かしました。逃げたくなるわけね。逃げたくなる、こいつからっていうのは、あまりにもね、苦しくてね、沖縄に来なかったらこの野郎俺と会わなかったらね、死ななくて済むんじゃなかったかというね、こいつの死ぬ原因を作ったのはね、俺ではなかったかなと時より思う時がある。鉄平の写真は見たくない、しかしこいつが俺のエネルギーになってる。見たくないこととエネルギーになるという矛盾はね、俺の中でね、一生解けない。金城さんらしいんですよ、そこが、沖縄に感謝してるんですよ、沖縄を生かしてよかったと思ってますよ、1年間しかいなかったけども、むちゃむちゃ成長してましたね。鉄平さんは海老原さんの故郷宮崎県に眠っています。沖縄の母なる歴史はあなたの死を忘れない。近所に言った。
気温の左折もかなり適るし批判や。沖縄の負担はアジア太平洋地域の平和と安定につながって安定につながってきたことについて率直にお礼の気持ちも表させていただきたいと思います。表すと的外れの挨拶をした。沖縄の失望から1ヶ月、総理大臣が変わっていました。でも不信感は募る一方です。人の足を踏んでいてありがとうと、殴っておいて殴られた方は怒っているにかかわらずありがとうねなんていうこと自体が通用するかという言葉として、なるほど、人に差別しておいてありがとうという言葉しか使えない人間が負担軽減をしますよと言うたからと言うて全く信用できない。金城実のレジスタンスを形作ってきたものは何だったのか。金城さんは自分とは別の形で差別からの脱却を目指した父を超え進化した遺伝子だと考えています。負の世界と差別と抑圧に打ちのめされていたこの島で生まれたがゆえの因果もあるかもしれんが、その間に抵抗感覚っていうのかね、抑圧者とか権力者とか差別する側に対していつの間にか敏感になり、そういう考え方や感情というものが進化したのではないかという。今後も必ず遺伝子は進化して次の世代に受け継がれると信じる金城さん、今の思いを沖縄のことわざで表しました。ウマサンハイガプティンノマリミ、小さな針を小さい小さいとバカにするが、お前は小さい針を取って飲み込むことができるかという、沖縄舐めると日本全体の命取るよという話だ。だからこそ小さい針としてのありようを沖縄自身にも問いかけます。チャンスが沖縄、どうする沖縄。